セコパフェとかイケメンとかマジに夢中になれる年頃なの。今日も告白したかったよ、パパやパヤ。地球のため、みんなのため、それもいいけど忘れちゃいけないことあるんじゃないと。胸がドキドキする、ときめき夢見てる経営者、ごく普通のそれが日常、決してなくしたくない。だってやってらんないじゃん、ストレスよりロマンスでしょ、月中ランナーモードじゃん、それが何よりパワーの元でしょ。だってやってらんないじゃん、戦うより抱き合いたい、月中ランナーモードじゃん、それが一番手際だ。今日もこうしてチョコ食べまくる、くるくる。お日様見てくしゃみをして、笑い出した最後止まらないの。でも微妙にずれちゃうけど、パパやパヤ。喧嘩しても傷ついても、本当のとこは信じ合ってるんだよ。大好きだってワクワクする出来事待ち望むティーンエイジャー、冷めたふうにしても無理無理、瞳輝いちゃうの。だってやってらんないじゃん、トラブルよりうるうるでしょ、月中ラダーモードじゃん、それが心の潤いなんです。だってやってらんないじゃん、ダメらしいよ、背中を一番の力だから、そうして。ギター小林真理復活。胸がドキドキする、ときめき夢見てる芸者、ごく普通のそれが日常、決してなくしたくない。だってやってらんないじゃん、ストレスよりロマンスでしょ、月中ラダーモードじゃん、それが何よりパワーの元でしょ。だってやってらんないじゃん、戦うより抱き合いたい、月中ラダーモードじゃん、それが一番平和だ。今日もこうしてチョコ食べまくる、くるくる。